スパナビゴルフ、今回はゲストの飯島茜プロにご自身のスイングをご自身で解説してもらおうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、なんか昔からここが変わったなとか、今ここ意識してますとか。でもこのルーティンは結構長いですけど、絶対ワックルはしてますよね。こうやって上げたいんだよっていうのをやりながら打つので、はいはい、そうすると再現性高まるじゃないですか。何もしないでここっていうよりは一回、あ、こう OK、これで行こうっていうのを決めてはやってますよね。プロでもそういう選手多いですよね。そうですね、はい、硬くなりづらいっていうのもあるじゃないですか。いきなりこう構えていくぞっていうよりはちょっと緩めて、はい、あ、こういう感じねっていう方がいいかなっていうのは、はい、体重移動はしてるけど、なるべくちょっとこうならないように、ちょっと左にいながら私は乗っけていくっていう風にちょっと変えたんですよ。だから以前よりトップも低くするようにはしてるんですよね。だからといって全然トップまで行くじゃないですか、はい、でもちょっと体が回ってないから、もうちょっとこの回転がなった方がいいですよね。ちょっと私リバースもしやすい癖があるので、なるほど、多少出てるかなと。右膝がちょっと内側に絞れたままという、うん、そう、なんか逃げるわけじゃないですけど、こうやっていくと、前はどちらかというとこうやって動かそうと思ってたんですよ、はい、教えるときはそうするんですよね、うん、左にあってこういうふうになっちゃう方が多いので、はいはい、でも私的にはちょっと左にありながらも体重乗せるっていうふうにちょっと変えているので、そこを意識しているのと、切り返しで、はい、切り返しの若干こうスクワットする感じ、はい、で、溜め作って、そうですね、はい、はい、で、降りてきて、はい、うん、でちょっとね、やっぱ足がね、ちょっと動いてないんですよ、まだなんでこれがもうちょっと言ってる回転つながると、もっと飛んでくるかなっていう、はい、で本当はね、もうちょっとリリースも返しづらい方がいいんですけど、それは腰が動いてない分ちょっとこうやって調整してるかなっていうような打ち方はこの動画だと見えるので、もうちょっと腰が切れてくれば手の返しも減るかなっていう、はい、まあこのぐらいだったら曲がらないですよっていう範囲にはあるので、自分の中 で、 そうですね、でフィニッシュ、はい、でちゃんと左足体重、はい、はい、もうちょっとテイクバックね、低くなったらよりいいかなっていうところはあるんですけどそれはもうちょっと課題かな。それ低くしたいのは理由があるんですか。やっぱちょっと手でいくわけじゃないけど、こうやってなりやすくなるので、できればここでグッと止まってこう来た方が最短で降りるじゃないですか、はい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 、目標はそこにしたいなっていうのはありますよね。前まではどちらかというと、ま、はい、っすぐ上げてちょっと高めにしてたんですよ、うん、手の高さを、はい、それを体重もどちらかというとちょっと左寄りにして、こう上げて低いところで作るっていう練習をしました。今まではどちらかというとまっすぐ上に上げて体重を乗っけてこの落差で打ってたんですけど、はい、でアマチュアの方はそっちに教えたいんですよね、うん、なかなか低い左足体重で低くってやっぱ腰の回転ができないとできないから、はい、でも私はちょっと低くして切り返して、よりこうやって打てるようにっていう意識に変えました。なるほど、はいはい、これも参考になりましたら幸いです。どうもありがとうございました。ありがとうございます。